皆さんこんにちは、アイアムと申します。よろしくお願いします。ありがとうございます。ふうとかめっちゃいいですね。あーい、もうほんと気持ちいい。どうもありがとうございました。あれ終わりですか？これからですよ。いやいや、もうちょっと気持ちよくなっちゃって。気持ちよくなって終わりたいのはやめやめだけど。報復絶倒って書いてたんで。そうですね。かなりハードルが上がってると思うんですけど、報復絶倒するには皆さんの協力が必要です。, 笑っていきましょう。お願いします。よろしくお願いします。報復絶倒していただければと思います。楽しんでいただきたい。仙台初めて。そうですね。いや、本当に。僕たちは沖縄出身の、漫才コンビ。はい。これちょっと見てもらったらわかるかと思うんですけど。そうですね。このカリウシウェアっていう、沖縄では清掃にあたる格好なんです。そうですね。ただちょっと、東京に今1月から住んでるんですけど、一つ誤算がありまして、はい、ええ、カリウシウェア半袖しかないんですよ。ちょっと冬がね、この先の冬どうしたらいいんだろう。そうですね。先週はヨドバシ協会っていう東京の協会でこうイベントやらせていただいたんですけど、そうですね、野外ステージだったんですよ。大変だったね。野外で半袖はちょっときついなぁと思いまして。はい、いい長袖のね。ねえ、なんか洋服があればと思いますね。冬服をちょっと探してるところなんですけど。はい。なので、もし、仙台にまた呼んでいただけるという時は、なるべく室内で、ね、お願いしますね。そうですね。うん、その方がいいかと思いますので。だけどまあ、こう、皆様が、こう、ちょっと暖かいことによって、うん、自分は半袖のままでもいられるのかなって。あら皆さん暖かくお願いしますね、そしたら。相方もこう言ってますので。あ、なんかでも俺もあったかいかもしれない。ね、あったかいね、感じるから、本当に。まあ、今日、イノフェスということで。はい。こういう形で呼んでいただくのは初めてなんですけれども。そうですね。イノフェス、こちらに向けて、こう、漫才とか、まあ、いろいろね、あんまり裏側の話したくないですけど、練習とかもあるわけですよ。確かにありますね。稽古とかね。ありますから。はい。その稽古以外で、こう、取り組んできたこととかってあるのかな？稽古以外。うん。そしたら、自分は断食してるね。断食？断食わかりますか皆さん。断食、ダイエット目的、クリスチャンはね、ダイエット目的とかじゃなくて、神様との関係を深めるために断食とかをしたりするんですよね。そうなんです。その断食をしてる。断食してんの？なんで？使徒の働きに出てくる使徒の人たちは、何かあるためによく断食してるっていうのを聞いて、その姿を見てやりたいなと思ったんだよね。すごいですね。ちょっと一人だけ温度差が違いますけど。彼だけですからね、断食してるの。断食しませんか、ね、今日この日のために。この日のためにやってきてる人はいないんじゃないですか、ね、いないですか、わかんないですけど。あ、そうですか。わからないですけどね、その辺はね。うん、ね、断食するってすごいですね。いや、すごいでしょ。お腹空かないの？まあ、最初は減ってたけど、3日目の今となっては、もう全くお腹空いてない。3日もやってるんですって。はい。すごいですね。でもさすがにお腹空きそうだけどね、3日もやってたら。うん、あと半年は続けようと思って。死ぬぜ、お前、さすがに。それはさすがにやばいと思うから。そうかな。半年はやばいから。なんだかんだ言ってお腹空いてるんじゃないの？全然空いてないの。自分でもね、びっくりするくらい。むしろお腹いっぱいだよ。そんなことはないでしょ。お腹いっぱいなことはないでしょ。なんか、まず体調が。どれぐらい断食すんの？なんか他にも抜いたりすんの？あ、喉は渇かないから水も飲んでない、ね。水は飲んだ方がいいでしょ。水は飲んだ方がいいと思うけど。そうかな。なんでお腹空きそうですけどね、断食してたらね。いや、まずね、体調が良くなるんですよね。で、それ神経が研ぎ澄まされて、集中力も上がってきて、仕事とかの効率も良くなるんですよ。いろんなメリットあるんですね、一応断食にもね。うんうん、あと、聖書の勉強もすごい集中できるんだよね。一番いいことですね。使徒の働きの人たちがやってた理由が分かった気がする。あら。いい効果得られてるみたいですね。うん、ちょっとせっかくだからさ、はい、断食中にやった聖書の勉強のこと俺にも教えて。あ、最近よく見てる好きな御言葉は、出エジプト記16章35節。イスラエルの子らは人が住んでいる土地に来るまで40年の間マナを食べた。これだね。なんでこの御言葉好きなの？ああ、まあなんとなくかな、まあ。なんとなく好きになる御言葉とかはありますからね。うん、他に好きな御言葉ってありますか？創世記2章16節。あなたは園のどの木から思いのまま食べてもよい。お腹空いてない。この人お腹空いてます、皆さん。絶対お腹空いてる、お前。何か何か。いやいや、なんかお前が読んでる聖書の御言葉全部お腹空いてる御言葉だったから。いや、なんか食べたりしてたからさ、いろいろ。たまたまだよ、気のせいだから。他に好きな御言葉何？イザヤ書44章19節の途中のところで、はい、私はその半分を火の中で燃やし、炭火の上でパンを焼き、肉を炙って食べた。お腹空いてるよ、お前。
炭火の上でパンを焼き、肉を炙って食べてたよ。ついてないって。わざわざ美味しそうなところ抜粋してお届けしてるだろう。いや、ついてない。信じてよ。疑ってるわけじゃないけど、かたくなについてないって言うからさ。自分は今、満腹だよ。満腹は嘘さ。満腹は絶対嘘だと思うんだけど。いや、勝利の好きな御言葉とかないの？あ、俺が好きな御言葉ね。うん、僕が好きな御言葉は、ヨハネによる福音書、14章6節。イエスは彼に言われた。ちょっと待って！勝利だってお腹空いてるじゃん。は？俺全然お腹空いてなかったでしょ。イエスはカレーに言われたって。カレーじゃないよ。イエス様はカレーライスに語りかけてどうするお前。カレーね。あ、そっち系ね。そっち系しかないから。もうキレンジャーかお前なさ。そんなカレーばっかり考えてお前な。お腹空いてるだろ、なんで嘘つく。嘘ついてないから。そういう疑いの心が争いを生むよ。何を言ってるお前な。意味わかる。じゃあ他に好きな御言葉教えてみ。創世記24章17節。どうかあなたの水がめから水を少し飲ませてください。喉も乾いてるな。喉乾いてない発言も嘘になってくるからね、それだとすると。創世記27章4節。私のために私の好きな美味しい料理を作り、ここに持ってきて私に食べさせてくれ。もう言ってるよ。もう自分で言ってるよ。これお腹空きましたって言ってるの本だからね、今の。民数記11章4節。ああ、肉が食べたい。食べれー食べたらいいだろ、もうお肉。自分でお肉作って食べたらいいよ。創世記27章7節。私に美味しい料理を作ってくれ。なんで俺に作らそうとすんの、さっきから。自分で作ってから食べたらいいでしょ。箴言24章7節。口を開くことができない。聖句で会話するのやめて。聖句で会話してくるの。絶対使い方間違えてるし、なんか反応しづらいし。ルカの福音書15章17節。何よ。しかし彼は我に返って言った。父のところにはパンの有り余っている雇い人がなんと大勢いることか。それなのに私はここで飢え死にしようとしている。飢え死にしようとしている？危機的状況です、皆さん。相方が、すいません、もう終わりになるかもしれないです。30分の持ち時間ですが。やばいやばいやばい。お前間違えてる。ちょっと待って。え？いいか？お前な、ダイエット目的じゃなくて、神様との関係を深めるための断食だとしたら、大切なのは断食を喜ぶ姿勢と、謙遜の心だからね。勝利。確かにそうだわ。そうでしょ？うわ、ごめん、ちょっと間違ってたわ。わかればいいよ。もうお腹空いてるんだったら、この後なんか食べに行こう。うん、いや、それは大丈夫だよ。いや、食べに行った方がいいし、牛タンとかね。食べに行った方がいいですよね。いいよ、食べなくていいよ。なんで食べない？ヨハネの福音書、6章26節。パンを食べて満腹したからです。もうパン食べてるな。もういいよ。どうもありがとうございました。ありがとうございます。持ち時間が30分ありますので、ありがとうございましたって言ってもう一回始めるっていうストロングスタイルでね。そうそう、ニュースタイルです。これは東京でも誰もやってないやってない、ね。見出しましたね。見出しましたね。こんなのがあと3本ぐらい続きますけどね。大丈夫ですけど、体力ね、皆さんね、ありがとうございます。いや、本当にね、暖かくて嬉しいですよ。いや、本当に。沖縄に住んでるとですね、毎年何が盛り上がるかっていうと、甲子園なんですよね。甲子園盛り上がりますね。沖縄、はい、うん、沖縄も異常なんですよ。甲子園の球児たちにかける思いが。熱狂的ですね。熱狂的なんですよ。はい。で、甲子園をよく見てたら、まあ沖縄に有名な高校はこう、興南高校とかね。ちらほらと。沖縄尚学、ね。あ、そうですね。こういろいろ、ね、ありますね。糸満高校とか、いろいろあるんですけれども。はい。その次に有名なのが、多分仙台育英なんですよ。仙台育英は見ますね。もう必ず見かけるんですよ、ね、甲子園常連すぎて。名前にね、載ってますもんね。そう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 。だからそ、仙台育英高校の、方々に、この間だったかな、うん、手話のフェスっていうことで、手話フェスってこと、はいはい、彼実はご両親が、ろう者の。そうですね。ちょっと耳が聞こえない。そう。方なんですけど、はい、それで手話のフェスに呼ばれて、そこに手話部っていう、仙台育英高校の手話部の皆さんが来てたんですよ。はい。なんか、東京で芸能人に会ったような感覚になりまして。仙台育英みたいな。確かに。嬉しいみたいな。ありましたね。ありましたよね。あの仙台育英ですかっていう。そうなんですよね。だから沖縄でもめちゃくちゃこう、仙台育英高校というか、うん、仙台の名前っていうのもね、すごく聞きますけれども。はい。野球とかもね、僕ら結構好きで見るんですけれども、うん、あなたは見ますか？
いや、もちろん、まあ、その、よく見てるってわけではないけど、うん、野球が何なのかぐらいは知ってますよ。野球が何なのかぐらいは知ってるみたいですね。うん、よかったですね。サードゴロのやつです、ね。それだけではないけどね。サードゴロ以外にも野球の要素って。サードゴロかっこいいね。いっぱいにも、かっこよくはないけどね。うん、いっぱいありますけども。まあ、その野球で言ったら、うん、プロ野球選手がね、入院して手術を嫌がっている子供のところに行って、はいはい、明日の試合、俺がホームランを打ったら、君も手術を受けるんだっていうかっこいいシーンあるじゃないですか。こういうのよく見ますよね、ドラマとかでね。はいはいはい。あるね。あのシーンちょっと再現したいなって思うんで。なるほど。再現。ちょっと見ててもらえます？皆さんで見ましょうか。彼がドラマのね、そういうシーンを再現してくれるみたいなんでね。お母さん、手術怖いよ。怖い怖い怖い。ね、手術怖がってる子供ですね。大丈夫よ。二人になるんで。おい、プチ整形かよ、おい。おかしいよ。あんまり子供に強要するものではないから、それに関しては。こんにちは、ケイスケ君。これに野球選手来るんですね。珍しい。もしかして、プロ野球選手の金城選手？あ、そうだよ。君のお母さんから聞いてね。本当に金城選手なんですか？ね。そうだよ。これを見て。なるほどね。証明するんですね。なんでバントの構えよ。相場は素振りとか見せるだろう、お前な。バントでわからないって。本当に金城選手？あ、わかるんだ。あ、伝わるんだね、子供には。なんで金城選手がここに来たの？ケイスケ君、明日手術を受けるんだってね。怖いでしょ。でも、明日の試合、僕はホームランを打つよ。だから君も手術を受けるんだ。かっこいい。ついに言いましたね。本当、僕のために。わかった。じゃあ僕、明日手術受ける。あ、いいね。なんかいいもの見ましたね、これね。うん、手術のホームランの約束してね。あ、かっこいい。この背中はどれほど大きく見えるだろうか、子供にとってね。怖いよ。あれ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 ？どうしたどうしたどうした？なんかノリでオッケーしたけど無理だよ。ホームランの難易度舐めないで。あんまり見たくないな。こういう裏側あんまり見たくないんだけど、プロの。やめてください。最近バット回ったね。めっちゃ不調だな。このプロ野球選手めっちゃ不調だな。こんにちは、金城選手。あれ？もしかして、プロバスケの田中選手？バスケ選手？え、バスケ選手がやってきた？明日の試合、僕はスリーポイントを決めるから、君はホームランを打つんだ。何この展開？見たことない展開ですよ。プロ野球選手ホームラン打てなくて、落ち込んでるプロ野球選手を励ましに来たバスケット選手ってこと？わかった。明日ホームラン打つ！励まされるんですね。こういう展開初めて。約束だ。うん、じゃあね。あ、なるほどね。こういうパターン初めて見ましたけど、あるんですね。うん、怖いよ！もういいよ！もういいよ！見たくないってプロのこういう姿は。お前ディフェンスかい！スリーポイントの約束するな、ディフェンスの人が。こんにちは、田中選手。プロカバディのアンディ・ジョセフ。カバディ選手？カバディ選手がわざわざ来日して励ましに来たってこと？明日の試合、ホッピングハンドタッチでレイドするから君はスリーポイントを決める。何言ってるかわからないな。カバディのルール詳しくないから、ホッピングハンドタッチがわからない。わかった。スリーポイント決める。カバディ詳しいんですね。怖いよ。目の前じゃない？今目の前で怖いよって言ってない？それ大丈夫なんですか？今までね、どっか行ってからやってたのに。こんにちは、アンディ君。アンディ君。プログラマーの石川。プログラマー！そのプロはプロフェッショナルのプロじゃないからさ。何しに来たの、こいつは。明日までにアプリを作るから、君はホッピングハンドタッチでレイド。何になるわ。お前がアプリ作ったところで何の励ましになる。わかった。ホッピングハンドタッチでレイドする。後で絶対意味調べよう、これ。眠いよ！眠いよーって何？眠いよーって何ですか？プログラマー確かに寝てないイメージあるけど、眠いよー聞いたことないから。こんにちは、石川くん。あれ？ケイスケです。ケイスケ？誰でしょうこれ。明日手術を受けるから、君はアプリを作るんだ。最初に手術嫌がってた子？こんな展開ある？なんか、気持ち悪い縁ができましたね。変な。わかった。アプリ作る。おー、いいんですかね、これね。おーおー。あとは、金城選手がホームラン打てば、みんな幸せだ。あ、全員成功すんのかな、そしたら。バッ、ストライク、バッターアウト、外した、カバディ。全員失敗してるな。おい、なんだこの、クソハイライトはお前な。何してる？あー、プチ整形気に入った。いや、整形は成功してる。もういいよ。どうもありがとうございます。はい、すいません。はい、ありがとうございます。暖かいですね、本当にね。ありがとうございます。素敵な空気だ。ありがとうございます。本当に無理して拍手してください。続けて。いやいや、もうやめてください。
恥ずかしいな、もう。ごめんなさいね、ありがとうございます。あったかい、もうどんどんあったかくなって。あれ、水飲んでるね水飲んでる、まあまあいいですけど、別に。今からも断食終わり。もう終わりなんだ。最後まで。先ほどは、高校3年生の素晴らしい歌声を皆さん、いただきましたけれども、綺麗な声。アイアムの素晴らしい歌声も、皆さんに、そうですね、届けたいということで、ちょっと歌の、あのネタをさせていただければと思います。はい。はい、まあ、アイアムと申しまして、しかし改めて我々を自己紹介させていただきますと、はい。僕がアイアムの不幸な方で、僕がアイアムのさらに不幸な方ですね。どういうことか、ありがとうございますね、拍手いただいて。どういうことかと言いますとですね、同じような状況にあっても彼の方がね、ちょっとだけ不幸になっちゃうんですよ。まあ例えば今朝家のタンスを開けてみたら T シャツに虫食い穴がありました。今朝タンスの中を開けて見てみたら T シャツぐらいの虫がいました。もっと不幸なんですよ彼の方が。今日は、そんな気持ちを歌にしました。聞いてください。ちょっと不幸とめっちゃ不幸。待ちに待ったデートの日、髪の毛整えおしゃれして、早めに車に乗ってから集合場所に行きましょう。あーデートの日は昨日だった、あーデートの日は昨日だった、あー彼女はずっと待ってた、あーなんで連絡しなかった。待ちに待ったデートの日、髪の毛整えおしゃれして、早めに車に乗ってから集合場所に行きましょう。あーそもそも彼女いなかった、あーそもそも彼女いなかった、あー車に乗ったはいいけど、あーそもそも免許もなかった。喉が渇いた暑い夏、こんなに汗をかく日にはキンキンに冷やした麦茶、コップ一杯一気飲み、あーめんつゆだった、あーめんつゆだった、あーおしっこ黄色くなった、あーお腹も痛くなった。喉が渇いた暑い夏、こんなに汗をかく日にはキンキンに冷やした麦茶、コップ一杯一気飲み、あー家に冷蔵庫なかった、あー家に冷蔵庫なかった、あー小島に買い物向かった、あー閉店してた。大好きになったあの子に俺の料理を振る舞おう、めっちゃ練習したチャーハン2時間かけて完成だ、あーもんじゃと間違えられた、あーもんじゃと間違えられた、あーめちゃくちゃいい出来だった、あー本当にいい出来だった。大好きになったあの子に俺の料理を振る舞おう、めっちゃ練習したチャーハン2時間かけて完成だ、あー家のガス止められてた、あー家のガス止められてた、あーフライパンは冷たかった、あーあの子も冷たくなった。
皆さん、一緒に歌いましょう。弁当を買ってすぐ落とした。弁当を買うお金がなかった。文句を言ったら殴られた。何もしてないのに殴られた。間違えてうんち踏んだ。うんちに間違えられた。頭打って偏差値下がった。偏差値って何？いい、どうもありがとうございました。いやー、やっぱ気持ちいいですね、歌うって。歌うって素敵だな、ねえ、ほんと素敵ですね。ありがとうございます。派手拍子までね、ほんとに暖かいなって思いますけどもね。うん、僕たち普段は、東京の、青梅あけぼのキリスト教会というところに行って、はい、青梅市っていう、駅に熊出没注意って書かれてる。山に近いです、ね。あ、東京にこんなところあるんだっていう。びっくりしましたね。すごいですね。山に囲まれた場所があるんですけれどもね。そこに行ったらいろんなことがありますよね。ありますね。通ってたら分かることとかってありますか、なんか。ああ、確かに。まあ、うん、自分たちそのクリスチャンとしてね、教会に行ってると分かることがあるんですけど、はいはいはい、聖書に出てくる言葉とかから名前を付けられてる人って結構いるなと思いまして。結構いますよね、聖書に出てくる言葉からね。例えば、うん、ルカによる福音書から取って、ルカちゃんとかね。ルカちゃんいますよね、うん、可愛らしい名前ですよね。可愛らしいですよね。いますよね。これちょっと珍しいけど。うん、マタイによる福音書から取って、マタイくんとかね。あ、なるほどね、うん。確かにちょっと珍しいかも。ちょっと珍しいけどね。あと、これも珍しいけど、うん、ヨハネによる福音書から取って、福音書？福音書？福音書？どこから取ってるの？そんなところから取らないと思うけど。ちょっと珍しいけどね。だいぶ珍しいぜ。新手のキラキラネームつけないで。あとは、また、マルコによる福音書から取って、福音書。一緒だな。別のところから取りました、みたいな。マタイだったかな、マルコだったかなとか考えてたけど。どっちみち福音書になってたから。何してるんですか？あとは、テサロニケの信徒への手紙第1から取って、はい、テサロニケの信徒への手紙第1。まんまそのまんまはやめてあげて。そのプッチジュゲムみたいな長い名前になっちゃうし。その子の弟の名前は、テサロニケの信徒への手紙第2。もういいよや。連続してやめてください。9割お兄ちゃんと同じ名前になってるから。その、さらに弟は、呼ぶ気から取って呼ぶ。急に短いな。二人びっくりするんですよ、上の二人。下短みたいな、三男短ってなるはずよ。あと他にいそうな名前は、出エジプト期から取って、エジプト。エジプト？国家作り上げてない？お父さんクフ王なんですか、その人のね。まあ他にもさ、聖書に出てくる言葉だけじゃなくて、聖書の登場人物から名前を取ったりもするよね。聖書の登場人物から、そっちの方が意外と多いかもしれないですね。例えば、うん、双子の兄弟が生まれたとしたら、カインとアベル。つけないだろ、お前。つけないよ、お前。それ、大変なことになるよ、お前。いずれお兄ちゃんが、お前、あれするかもしれないだろ、お前。わからん、それは。うん、うん、ね。そうだね。わからないでしょ、お前。ちなみに、その双子の名字は、安倍ね。知らんよ。なんで急に名字指定してきてるか、お前な。安倍カインと、安倍アベル。伸び伸びたみたいになってるな。安倍アベルってやめてあげて、かわいそうだから、なんか。他にも、聖書の単語とかから名付けたりするね。聖書の単語からね、うん。俺の友達にですね、ヨハネによる福音書14章6節、これさっき見ましたけど、イエスは彼に言われた。私が道であり、真理であり、命なのです。ヨハネによる福音書14章6節から取って、真理って名付けられた友達いるわ。ああ、いい名前だね。いい名前でしょう。自分の友達にもさ、創世記4章18節、エノクにはイラデが生まれた。イラデはネフヤエルを産み、ネフヤエルはメトシャエルを産み、メトシャエルはレメクを産んだ。創世記4章18節から名前付けられた友達いるなぁ。その友達なんて名前なの？18節。18節？そこ？いっぱい候補あったのに？節の方選ぶかね？あだ名は18だったね。囚人みたいだな。そんな呼ばれ方したくないでしょ。まあでもこうやってみんな子供に名前付けてるでしょ。付けないよ。市役所なめんなよ、お前な。でもさ、
こうやって名前を付けられたクリスチャンの子供たちが集まる幼稚園の遠足とか楽しそうじゃない？幼稚園の遠足ね、みんなクリスチャンでこれ楽しそうですね。はい、じゃあリス組の皆さん集まってください。もう再現してくれてますね。出席確認をするので、呼ばれたら元気よく返事をするように。ね。じゃあ出席番号1番、創世記くん。創世記くん？一番ぽいけど、いるのかな、そんな子。出席番号2番、黙示録くん。2人しかいない。この学級二人しかいないってなるから、なんかわからないけど、感覚的にね。はい、残りのみんなオッケー。チェック甘いな。チェック甘すぎるでしょ。はい、そこ、おしゃべりしないの、静かに。マリアちゃんとヨセフ君イチャイチャしない。仲いいんだ。やっぱマリアとヨセフ仲いいんですね。微笑ましいですね、これね。今日はみんなで水族館に行きたいと思います。水族館楽しそうですね。幼稚園の遠足で水族館って贅沢。早速、ここが一番大きな水槽で、いろんな魚がたくさんいるわよ。最高ですね。すごい空気感の子いますけど、この子何でしょうか？ちょっとモーセ君、水槽の水を割らないで。モーセ君、モーセ君何してんの？海を割ったやつみたいなの水槽でやらないでください。これね、モーセ君、モーセ君これ今何してんの？モーセ君、ちょっとモーセ君、水槽の水を地に変えないでください。問題児だな、モーセ君。エジプトの銃の災いの一つみたいなやらないでください。モーセ君、モーセ君これ何してんの？モーセ君これ何してんの？ちょっとモーセ君、釣りはしちゃダメよ。釣りはしちゃダメよ。シンプルに悪いことしてるから、水族館で。何してんの？どうしたの？サムエル君。サムエル君。いや、先生は呼んでないよ。気のせいじゃないかな。あっちに行ったね。まあね、そういう子もいますかね。うん、もしかしたらね。うわー！おー、なに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 ？魚だー！魚にビビって、何この子？大丈夫？ヨナ君。ヨナ君だね。魚に食われた経験がありますから、やっぱ魚のこと怖いんですね。この水槽は、亜熱帯気候の海を表現している。ここに船を浮かばせるには、帆を大きめに張り、船は横幅の比率を大きくした方が沈まないな。ノア君だ！多分ノア君ですね。これ船についてめちゃくちゃ詳しかったので、多分ノア君かな。この水槽の魚はタイの仲間だ。追い込み漁が効果的だな。そうですね、ペテロ兄さん。ペテロとアンデレだね。漁師やってたからね。うん、詳しいんですね。どうしたの？サムエル君。サムエル君。いや、先生は呼んでないよ。気のせいじゃない。神様が呼んでない？サムエル君、もしかしたら、あっちの部屋で主よ、しもべは聞いています。やってごらんね、これね。ちょっと、魚が見えないよ、ね。みんな身長高すぎ。低い子もいますからね。もう怒った。あそこの柱によじ登って魚を見て。ザーカイだ！多分ザーカイくんですね。イチジクグアの木に登ってイエス様見た時みたいになってますね。おい、そこの男、税金払え。おい、主税人、おい。主税人の悪いところ出てるよ。改心したでしょ。ちょっと二人とも喧嘩はやめてください。喧嘩は良くないですよ、これね。やめなさい。ダビデ君とゴリアテ君。あ、仲悪いんだ。やっぱダビデとゴリアテ仲悪いんですね。ダビデ君、石を投げちゃダメよ。石投げちゃダメよ、ダビデ君。人いっぱいいるから。ゴリアテ君、体験振り回さない。どこで？どこで手に入れた、その体験は。お前たち、喧嘩をやめるんだ。すごい、なんか先生みたいなのつきましたけど。ダビデ、お前喧嘩やめろ。おーおー、ゴリアテ、先生の言うこと聞けんだ。ゴリアテもさ、ダビデもぶん投げて、この人何者？サムソン。サムソン。わかりますかね、サムソン。サムソンです。硬っ！サムソン、すごい。髪の毛、チョキ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 、サムソン。サムソンですね、間違いない。力抜けてね、サムソンですね。はい、じゃあみんなお昼ご飯にするわ。どのタイミングで言ってる？むちゃくちゃなことだってよ、ここ。ちゃんとお弁当持ってきたかしら。持ってきましたかね。え、誰一人としてお弁当持ってきてないの？そんなことあります？じゃあ先生が用意したパン5つと魚2匹を分けるわね。足りるかなね、子供たちいっぱいいるでしょ、それは。よかった、ちゃんと行き渡った。むしろちょっと余ったわ、ね。イエス様の奇跡！すごいです。偉大な見業を見てます、今。あと、みんなの水筒の中身、全部ブドウ酒に変えといたから。絶対やめて、それは。それはやめてください。幼稚園児だから、お酒飲めないですからね。うわぁ！なになになに？魚だ！いや、ヨナ君はもういいよ。どうもありがとうございました。以上です。アイアムありがとうございました。ありがとうございます。あったかかった。ありがとうございます。本当に。楽しかったです。